お風呂リフォームは各メーカーの基本プランからご要望をもとに色や機能を組み合わせてお客様だけのお風呂空間を作り上げていきます。1. サイズを選ぶ。お風呂のサイズは1616、1216等で表します。1616で説明をすると、幅 1600mm、 奥行き 1600mm の頭文字を取ってサイズを表しています。マンションなどサイズアップができる可能性もあるため、その場合は点検口より確認し可能性を探ります。 2. プランを選ぶ。メーカーから基本プランが複数出されており、比較しながらベースとなるプランを決めていきます。水洗、シャワーなどの器具は基本プランで標準となっているものがあり、機能や形などを変更したい場合は器具をグレードアップまたはグレードダウンし商品を変更できる場合があります。 3. 浴槽を選ぶ。浴槽の形、カラー、材質を選べます。浴槽のグレードによって肩からお湯が出る浴槽が選べたり、保温機能の有無、浴槽内のグリップや浴槽の蓋の種類も選べます。 4. 壁の柄を選ぶ。お風呂の印象を決める大切な壁はお好きな柄、色を選べます。一面のみアクセントを入れることや全面お好きな色のパネルを選ぶことも可能です。 5. 床を選ぶ。床の色や柄、種類を選べます。 6. 換気扇を選ぶ。換気扇は換気暖房乾燥機能付きのものから換気のみの機能のものまで必要に合わせて選べます。 7. ドアを選ぶ。折れ戸、開き戸、引き戸など使いやすさ、お手入れのしやすさを考慮し選べます。 8. その他のオプションを選ぶ。追い焚きの有無や梁がある場合の部材、収納、窓、照明や浴室テレビなどご要望に合わせて設置可能です。お風呂リフォームをする際は色や柄、欲しい機能を一つ一つ選択し決定していきます。その他メーカー独自の特徴もございますので、お気軽にお問い合わせください。